goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it worse. You're like a that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop.激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。エミレーツスタジアムへようこそ。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。この試合の結果次第では降格圏を脱し、このシュートで勝ち越せるか。うまくタックルでボールを奪いました。コーナーキックです。コーナーから中へ。このプレーはチャンスにつながりません。ボールはサイドの選手へ。いいクロスが中に入った。あっと、相手にゴールを割られてしまいました。こうなるとチームがこの試合で残留を決められるかどうか怪しくなってきましたね。はい、この状況から2点返さなきゃならなくなりましたからね。ただ残留争いを次節に持ち越すよりはここで決めてしまった方がいいでしょう。とにかくまず1点返したいですね。いいところを見ていました。ゴールにつながるプレーとはなりません。味方を走らせます。ボールはファーポストの選手へ。ゴール、待望の同点弾が決まりました。これは大きな1点になりました。残留への流れは確実に来ています。ここから逆転を狙っていきたいですね。攻撃はここで止められます。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。体を張ってボールをキープしています。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。この位置でカットした。仕掛けてくるのか。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。見せてくれます。テクニックがありますね。1点リードにできるか。ここは形になりません。ゴールキックです。スローインが与えられます。プレスが効いている。スルーパスが味方に通る。決まった。値千金のゴールです。いや、本当に価値あるゴールですよ。これで現在のスコアを守りきればチームは残留確定ですね。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。危険な位置です。
緊張感が増してきます。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。ボールをキープしてサポートを待ちます。うまいパス、決まった、ゴール。いやー、やりましたね。これでさらに残留の可能性が高まりました。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。レフェリーがフリーキックを指示しています。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。このパスは通らない。アドバンテージを取りました。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。さあどうする。ボールを奪われました。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。ここはクロスのチャンス、いい位置です。これは見事なインターセプト。これは苦しい体勢です。シンプルに蹴り出しました。サイドから攻撃でしょうか。中央へのボールはクリアされました。中に入れた。ゴールキックになりました。これはもったいない。素晴らしい視野です。いいボールを送りたい。このパスは簡単にカットされました。ここはカウンターアタックを狙うか。絶妙なパス。ディフェンダーのインターセプト。ワイナルドゥム。素晴らしいボールだ。入った。ボールはゴールの中へ。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。